はい、こんばんは、マチュピチュンです。今日はね、惜しかったですね。山本慎一のね、穴で勝ってた人は、ちょっと喜んだんちゃいますか？はい。北鶴翼がね、の9-2、2-9いうのが、僕は穴ですよっていうことを言ってたんですけど、そこで8番入っちゃいましたね。なんで、8、9はこうてるけど、9、8買わなかったというとね、9ですらっとまくったときは、9に2、9やと思ってたんです。揉まれるケースに非常に弱いんですよね、北鶴はね。それともう一つね、松浦が、競られましたね、川端の後ろ。山田洋平、やっぱり。甘くなかったですね。競輪っていうのはね、人間関係という名の障害物競争いうたるゆえなんですよね。なんでか言うたらね、あれ以上番手下げられないんですよ。下げて4番手からまくれるなんて、もう九州の2人の先輩は思ってないんですね。そこで粘れってことなんですよね。で、現実まあ失格にはなっちゃってるんですけどね、山田ね。自分で結局逃げてるような形であれなんですけど。まあ、松浦が飛んじゃったと。で、松浦もね、やっぱり、うちで粘られるっていうことを想定しながらも、調子悪いからビビってしもてましたね。その後がドタバタドタバタして、自分から、まあね、内締めりゃ3着あんのに、外側回って、まあ、無理やりね、着取りに、やっぱ印背負ってるだけにね、責任あるからと思ってるんだけど、やっぱり調子がね、悪いんですよ。だからまあ 負けるときってあんなもんです。だから僕ね、あのレースにターゲット絞ったんですね。まあ本当に北鶴も分かってたし、まあ北鶴は横にもうちょっと揉まれ強い選手やったら絶対9-8、8-9を折り返してました。ただ揉まれたら一銭もいらん選手なんですよね。あんな珍しい展開でした。でね、今日はね、明日の準優勝レース見たんですけど、とてもじゃないけど、買えないわいう感じで、最終12レースの準決勝のここの故障だけは、買えますね。もうね、故障鉄板です。もう落車とかそんなんない限り、圧倒的な妨害とかない限り、もう決まっちゃいますね、故障で。はい。メンバーもね、もう一つのレースの方にも、まあ、犬伏入れてへんのは、もう古性を残したいからですよ。はい。で、並びがね、157、寺崎、古性に山田。で、3番、4番が三谷と山本慎一の近畿は別姓になりましたね。で、9番、2番の三重ライン、藤井と浅井。そして6番の野田と8番の桑原は別、もう単独っていうことですね。2着取りなんでね、シビアになっていくと思います。で、他にね、手の打ちようがないんですよね。三谷も先行は絶対しないと思いますよね。どうするんでしょうね。9番の藤井は先行意欲はあります。だけど最終的にね、逃げてもね、ホームあたりからバチーンとこの寺崎、調子のいい寺崎行きますよ、やっぱり。もう見え見えのレースなんでね。で、古性が寺崎を抜く。そういう感じのレースになって、ここはね、もうこういう感じです。もう配当が安いと思います。だけど、もうどうしようもないです。鉄板レースってあるもんなんですよ。地元やし買ってほしいしね。はい。こういう感じです。はい。本命は、もう5157、5253。どうにもならないですね。僕がね、なんぼ目こすっても、どうしようもないぐらいの鉄板レースになっちゃいました。はい。まあ、もしね、穴が開いたい人って、もういられると俺も思うんですけど、
どんだけ穴を考えても、もうそれは落車とかあったら別ですよ、失格とかね。そうじゃない限りですね、もう古性の鉄板は揺るぎないと見てます。穴も含めて古性を 入れました。はい、5番から2着は残した寺崎の1番、そして山田の2番、マークしてる2着7番、ここがもう熱いでしょうね。で、5253は力。浅井と三谷はね、地力も持ってますから、潜り込んで2着あるんちゃうんかなという、ここを本命にしました。もう熱いのはここなんです。この4点折ったらもう、これでもう8割方決まりですね。はい。で、中穴もやっぱり5番頭の後ろがごちゃった時の、あと野田と山本慎一力のね、これも地力持ってますんでね。はい。山本今日エレースしましたね。中穴。それでも5の頭揺るぎないです。はい。で、大穴。5859。5番の頭から桑原と藤井優吾。これは来たええ配当やと思いますよ。はい。もちろん58でもいい配当と。ここも大穴にしときます。大穴でも万にはならないです。だけど、まあ、ライン構成上の穴ですよね。で、寺崎がまくって、もうタイヤ差まで詰めたとか、ちょっと油断が生じて1号になったとか、そんなレースやと思います。明日はね、もう5鉄板ガチガチです。はい。こういうレースはもう2着探し。はい。で、もうここで8割。ここで80%で、これ15%、55%。そんな安分です。15%ないかもしれませんね。下手したら85%、10%、5%かもしれませんね。そんな感じぐらい、この本命サイドの色濃いレースです、このレースね。はい。それから、配当安分を見て買うって形ですよね。はい。で、いや、もう安すぎるわいうことやったら、もう51から723と、3連単ね。517、23と。そんな感じだと思います。はい。そこらあたりで入ります。まあ、57で買うんやったら571、572、573。ここで考えたら521、527、573みたいな、そんな感じの3連単ね。あまりにも配当安いと思えば、そこを行ったらいいと思います。大穴の人はもうこれね、1000円あんにやったら、400円、300円、300円と、買ってみといたらいいと思います。はい。来たらラッキー。けえへんで普通。だけど、ここの5番の頭は来てるんで、2着惜しかったなというような話になるかもしれないんでね。もう中穴の買う人のせいやね。もうひょっとしたらこれを2つ合わせて5点で200円ずつで1000円言うのもええかもしれません。本命掘ってね。はい。もうそれでも、もう、古性の頭は鉄板です。今日は2着やったけどね、別に差す気もないと思うんで、ピンピン2と来て、で、ピンピン2ピンと上がって、明日、翌日優勝。僕はもうこの時点でももう、ただね、ちょっとだけ気になるのは、寺崎が残ってしもて、脇本が勝ち上がってくると、指定ラインでね、寺崎、脇本、古性という並びになっちゃうんですね。そうなると、駒の古性なんですよね。脇本抜けないですよ。だから、ひょっとしたら3着に落とす手あるかもしれないです。57まで行って。僕が脇本やったら、ごめん、ちょっと踏みすぎた、言うて、誤って3着以下に落とします。寺崎をね。自分は頭で、もちろん、あれやってもね。そうせんと、寺崎、脇本、古性で決勝を組まれた日には、大変なことになりますね。例えば、その前の10レースのね、脇本がスカタンかまして、着が行っちゃったと。その場合は、もう、矢切ひりで1番残しにかかりますから、5-1ですよ。そういうことでね。で、もう517、512、513みたいな、そんな感じの3連単になると思います。はい。まあ、なんでか言うたら一旦かけて、まあ、藤井優吾との先行争いって言いますが、先に生かしてかましますよ。スピード違うんで、そのまま横ストーリーやと思います。
最後なんかできるかやったらね、故障に対してはできないです。やっぱり絶好調やからね。はい、横も強いしね。うん。もう、それやったら3番手の時計に行って、5人狙いになるんじゃないんですかね。うん。明日はね、もう何にも考えんと、5の頭で勝負してください。他のね、穴が欲しいなっていうレースが、お客さん思われる方おられるんやったら、9、10、11。どれも硬くないです。どれもどうなっても不思議じゃないようなね。なんでか言ったら2着取りやからですよ。2着取りって大変なんですよね。はい。まあ、明日、脇本が3着やったら決勝に勝ち上がる可能性はありますね。うん。で、東野座誰やったかな。その場合もね、抽選なのか何なのか分からないけど、でも初日飛んでるんでね、脇本。そやから、勝ち上がりの、ポイント制みたいな感じで行ったら、ちょっと脇本、ブー悪いかもしれませんさ。同じ3着でもし、東のね、1着の選手が勝ち上がったりしたら、その場合、ブー悪いかもしれんので、やっぱり、2着までに残りたいわね。うん、まあ、今日は話長なりましたけど、5番の頭、明日は復古賞の12レースだけは鉄板やでと。うん。ほんで、ここ飛ばして買うとか言ったら、もう落車とかそんなんでね。もうそんなんやったらね、競輪やめた方がいいです。うん。そのレースやめてみて、他のレースで遊んでください。僕は他のレースはね、予想できなかったです。うん。お客さんにおすすめするようなレースがなかったです。どうなっても不思議やないっていうレースばっかりです。2着勝ち上がりっていうのはそういうことなんですよね。はい。では、明日の健闘を祈ります。